響の所属声優が YouTube でお送りしていく響スタイル、今日の担当は伊藤彩紗です。はい、まあ、前回はインスタ映えするホテルに行ってきましたけれども、いやすごい、後半の映像見ましたか皆さん。すごいクオリティだった。まるでそこに住んでいるかのような、私がいまして、そこにはいやおしゃれなね動画、いつかちょっと本物っていうかちゃんとやってるのをなんか撮ってみたいなって思いましたね。はい、ということで、まあ、そんなおしゃれな前回から今回はですね、またおしゃれ度を引き継ぎましてですね、こちらを使ったものを使ってさらにおしゃれになっていこうと思います。こちらです。なんだこれは。そう、これはエスプーマという名前のですね、まあ、液体のものとかをこう泡状にするというおしゃれ機械で、なんかこうインスタとかでもその食べ物とか飲み物の、写真とかも結構このエスプーマが使われているらしいですよ。ということで今日はこれを使って、いろいろな飲み物を泡状に変えていこうと思います。楽しみ。さて、こちらにはですね、このようなセットがありますけれども、こちら豆乳です。豆乳をまず最初に泡立てて、なんか変わり種冷ややっことやらを作っていこうと思います。いや懐かしい、なんか実験コーナー思い出すな。まずエスプーマ、こちらのスパークリングの、このエスプーマスパークリングのヘッドを外します。あれこぼれました。あーティッシュー。そしてですね、こちらにがりを入れます。そうだね、にがりは確か豆腐とかもね、なんか作るのにいいみたいな。つけます。材料を入れて装着しますでしょ。ソーダカートリッジがあります。そう、これ使い捨てらしいんですよ。だからもう日々買い足していかないといけないらしい。ちょっとなんか銃弾みたいな。ねじ込みます。生きてんのかな、できてんのかな。あ、今プシャッて出たんですけど、なんか蹴ります。シェイク、よく振る。ふぅ、しっかりめに振った方がいいらしい。ふぅ、こんなもんかね。あ、しかも数回でよかったわ。そしてはめる。はめます。ネジキャップを取り付けます。穴が開いてます。で、もう出来上がりですよ。でもこれで振り回して、このどっちか好きな方の、ね、口をつけたら出来上がりなんだって。じゃあまずちょっとでかい方からしていってみようかな。よし、ということで豆乳を投入。うわー、すごい。思ってたよりちゃんとなんか まともな泡だった。すごい、生クリームみたい。終わった。すごい、できました。ちょっと全然盛り付けおしゃれにできなかったですけど、すごいできたよ。なんか思ってたよりちゃんと、なんか泡っていうからもっとなんかその水っぽい感じの泡なのかなと思ったんですけど、濃度もしっかりあって、なんかなんだろうな、ちょっと固形に近いというか液、本当に湯葉みたいな感じになってる。まずいただきます。あ、泡だ。うわ、なるほどね、炭酸ガスが入ってるから炭酸が強くて。
普通に美味しい。豆腐、豆腐です、豆腐。柔らかい豆腐炭酸って感じ。うん、まあ、一つ目はこれで、はい、無事に成功ということで、次行ってみましょう。さあ、お次はですね、こちらです。トマトジュース、そして隣にモッツァレラチーズがあります。ということで、なんちゃってカプレーゼを作ろうと思います。はい、もうね、あの手順は簡単です。ただ私がこぼさなければ成功。頼むぞ。そうそうそう、こうね、思いっきりがいい方が入るんですよ、上手に。知ってる知ってる。こちら今回ゼラチンになっております。なんか物によって違うんですね、そのいるもの。振ります。こっちの方でもなんかちゃんと振ってる感ある。ちょっとアート作るわ。さあ、ということで外に円を作りまして、すごいあやさクッキングみたい。いきますよ。トマトジュースやばい。トラップ説やばいですね。いいですいいです。そう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 です。おお、なんか今綺麗じゃないですか。できた。お日様の、お日様のカプレーゼができました。さあ、ということでできました。ちょっと香り怪しめですけどトマトの、なんちゃってカプレーゼできました。もうやっぱり炭酸溶けてもう水になってきちゃった。もうちょっと足すわ。おお、イエスイエス、おお、イエス。おい、インスタ映えだこれ。急に映える何かできました。でもこうちょっと高さ必要かも。はいはい、これ今のちゃんと撮ってください。はいはいはい、こちら太陽のトマトカプレーゼ、名前できました。こちらをいただきます。ああ、なるほど。ちょっとでチーズあればいただきます。なるほどなるほど、塩必須。山が消えるたびに山を作り直さなきゃいけないですよ。よし、これでしばらくは潰れないでしょ。ちょっともう見えなくなっちゃって、これで出して、あの宝探しカプレーゼみたいな、どうでしょうか。トマトスープカプレーゼ風みたいな。あ、天才か。うん、はい、ということで最後はこちらカフェラテで、泡を作っていこうと思います。いや、さすがにね、これ私のリクエストなんですけど、さすがに美味しいと思って。だってまあそのね、コーヒーショップとかでもこうフォームカフェラテとかあるじゃないですか。なんで間違いないかなって思うんですけどね。さあ、行きましょう。最後、はい、もう慣れたものです。あ、振ります。あ、なんか重い気がする。疲れたのかな、単純に。ちょっとそれかもしれない。こちらの機械もね。飲み物、今度はね、食べるじゃなくて飲みたいじゃないですか、せっかくなので。もうそのコーヒー屋さんのようなやつをやりたいんですけども、ちょっとね、まあ工夫を凝らそうや。立ちます。うわー懲りない。あ、でもすごい泡が出てきてる。もう一回いきます。そうそうそう、これ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 。できました。どうや。おお、なんかビールっぽい。すごいシャボン玉、カフェラテシャボン玉って感じです。カフェラテに少々の炭酸。ちょっと納得がいかない。もうちょっとなんか、何だろう、泡が細かめになるかなと思ってたんですけどね。もう一回ちょっとチャレンジ、再チャレンジ、いきます。
綺麗ですよ。あ、綺麗綺麗。あ、なるほどな。だんだん大きくなってくる。はい、できました。お待たせしました、アワアワカフェラテです。あんま変わらないですね。こう並べてね、比較したところこんな感じですね。若干泡が細かくなるって感じかな。おかしいおかしい、こんなはずじゃなかったのに。はあ、なるほど。まあ面白い。でも見た目結構泡のその何、耐久性はすごいある、素晴らしい。何であれ、ゼラチン入ってたからかな。でも見た目としてはあのこうパーティーとかでね、あのバッて出たらなんだこれとなることは間違いないしでしょう。はい、ということで以上実験3つでした。はい、ということで、3つ、こうスプーマしてきましたけれども、意外と私の中で一番なんちゃって冷ややっこが美味しかったかもしれませんね。なんか多分乳製品ってこう混ざるじゃないですか。だからその冷ややっこも豆乳もこう出てきた時の一番の感動はやっぱりこう冷ややっこが一番大きかったし、なんか食べやすさもあったかもしれないですね。はい、でもね、全部ね、トータルしてすごい炭酸がすごかったので、なんかそのお酒とかジュースとか甘めのフルーツ系のジュースとかだともうちょっとその楽しみ方が増えるのかもしれないなと思いました。でもすごいやってて楽しかったので、ぜひ気になった方はエスプーマをしてみてはいかがでしょうか。ということで今日の響きスタイルはここまでです。動画は誰かが響きの誰かが更新しているので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで今日の担当は伊藤彩でした。バイ彩さー。